カ坊主と挫折の部屋へようこそ。今日は多くのレビュアーを悩ませたあのクソまずいエスプレッソーダーをこの俺様が、最先端バイオテクノロジーを導入して美味しく飲める高級コーヒーに改造してみようと思います。まずは特殊技術でコーヒーだけを抽出します。少し時間がかかるので早送りします。沸騰してきました。吹きこぼれた。交換したてのガラストップコンロが、嫁さんに見つかったら大変です。とりあえずすべての痕跡を消してきます。準備ができました。冗談はさておき飲んでみたいと思います。おお、エスプレッソ風味に変身。なんですがむちゃくちゃ甘いです。おまけに後味に妙な臭みが残ります。そこで牛乳で割ってみることにしました。まずい。もう少し足します。特別うまいわけではないですが飲めるコーヒーになりました。罰ゲームのように大量に送られてきたエスプレッソーダーもこれで解決です。ありがとうございました。Main trans engine. Number one, two on. Number three, four off. Number five, six, seven, eight on. Confirmed. Right in front of you.